元キンプリ平野紫耀、仕様、ジャニーズ性課題問題の日本に見切りをつけ韓国で音楽活動再開以下、日本の音楽シーンにおいて多大な人気を誇り、キングプリンス、キンプリの一員として輝かしいキャリアを築いた平野仕様が、新たな音楽活動の舞台として韓国を模索しているという報道が広まっています。 その背後には、ジャニーズ事務所を離れた後、日本国内での活動が難しい状況と、彼の音楽への情熱が交錯しているようです。キンプリからの脱退とトベへの所属。平野紫洋がジャニーズ事務所を離れ、新たなステージに挑戦しようとしている兆候は、彼がトベ、トゥービーという新たなエージェントに所属したことから始まります。 ジャニーズ事務所の副社長である滝沢秀明氏が立ち上げたこの新しいプロジェクトに参加した平野は、ファッション誌、エルジャパンの特別版の表紙を飾り、その要約が殺到するなど、その存在感は未だ健在であることが示されました。金プリのファンにとって、平野市要はグループの一員としての活動が印象的であり、 彼がソロ活動にどのように挑戦するのかが注目されています。その一方で、ジャニーズ事務所からの脱退後、平野があまり目立った音楽活動を行っていなかったことについては、ファンの中には物足りなさを感じる声もあったことでしょう。インスタグラムでの活動、再開。平野紫洋が日本国内で音楽活動を再開するかについてのヒントが、 彼の公式インスタグラムアカウントからも得られます。平野は最近、自身が一番の振り付けを手掛けたリーハタをとともに、ショーン・コムズの楽曲、プロウェイ・チエックを使ったダンス動画を公開しました。この投稿には、ジャストウェイトフォーイット待っててね。という平野のコメントと、エブリウェイト、ハズエーワース。どんな待ち時間にも価値がある。というリーハタへのコメントが添えられ、 ファンたちはこれを興味深く受け止めました。このダンス動画は平野の新たな音楽活動に向けた様子と受け取られており、その方向性について議論が巻き起こっています。平野自身が何かを伝えようとしているのか、それとも単なる趣味の一環なのか、ファンたちにとっては不安と期待が入り混じっているようです。韓国での音楽活動の可能性。 一方で、平野市用が韓国で音楽活動を再開するという情報が浮上しています。これには、ジャニーズ事務所の性加害問題が日本国内で波紋を広げ、スポンサー企業やテレビ局がジャニーズタレントとの新規契約を避ける傾向にあることが背景にあります。 ジャニーズ事務所は長らく日本国内の音楽シーンを牽引してきましたが、その影響力が揺らぐ中、元ジャニーズメンバーに対しても良い意味での注目が集まる可能性が浮上しています。平野紫耀がトベに所属した際、韓国の大手芸能プロダクションであるハイブ、ハイブ入りの噂もありましたが、最終的にはトベを選んだという経緯があります。 しかし、日本国内での音楽活動に対する不透明さや制約が増す中で、韓国での音楽活動が新たな可能性として浮上しているのは興味深い点です。ハイブやジップエンターテインメントとの提携の可能性。報道によれば、平野紫耀が韓国で音楽活動を展開する際に、ハイブや JY。 パークが創設したジップエンターテインメントと提携する可能性が浮上しています。これは BTS をはじめとする K-POP アーティストが世界的な成功を収めており、国際的な舞台で活躍する機会を提供する可能性が高いため、多くのファンや業界関係者にとって注目すべき展開と言えるでしょう。 リーハタトップのダンス動画が示すように、平野紫仕様はダンスや振付において高いスキルを持っており、その才能を活かした国際的な活動が期待されています。これからの日本の音楽シーンにおいて、彼がどのような新たな道を切り開くのか、ファンたちは待ち遠しく思っています。元金プリの平野仕様が日本国内での音楽活動に加え、 韓国での可能性も模索していることは、ファンや業界関係者にとって大きな話題となっています。ジャニーズ事務所からの脱退や性加害問題の影響がある中で、彼が新たなステージでどのような活動を展開するのか、その行く末に多くの期待が寄せられています。平野仕様の才能と情熱は、国際的な音楽シーンで輝くためのポテンシャルを秘めていると言えるでしょう。 韓国での音楽活動や提携先についての噂が広まっており、これからの展開に注目が集まっています。ファンたちは待ち望んだ新たな音楽の旅路がどのように続くのか楽しみにしています。